はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になったままに頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見て、皆様どうぞよろしくお願いいたします。はい、まあタイトルにもあるようなんですけどね、僕はもうね、痙攣というものからね、逃げれないのでしょうかというふうに感じで思ってるんです。慢性的なね、痙攣にね、侵され続けておるわけでございますよ。といってもまあ、足がつるっていうだけなんですけどもね。っていうかね、もう何回この話をね、してるんでしょうかというぐらいね、足がつっているわけでございますよ。で、そしてね、その足がつるタイミングって言いますかね、なんていうんですか、まあ、どんなケース、こんなケース、あんなケースっていうふうにおいてもですね、足がつるとかっていうのもですね、もう分かってきたので、そんないろんなケースをね、避けて通っていけばですね、やっぱ足がつらなくて済むんですけども、でもそんなことをしていたらですね、まともに生活ができなくなりますので、やっぱり、こう、まあ、何ですか、最初にも言いましたようにですね、僕はもう、なんていうんですか、足のつりからはね、逃げられへんのかななんてね、思ってきてしまってるわけなんでございますよ。だってね、まあ、日常的なね、何気ない暮らしの中でですね、いきなり筋肉がね、痙攣してしまって、関節がガチッとこうね、動かなくなってしまうんですからね。そしてそれってめっちゃ痛いですしね。でもまあね、そんなこともですね、まあ、入院中のね、精神的な苦痛、あの頃ね、しんどかったことに比べたらですね、足がつることなんていうのはですね、まあ大した心の痛みではないんですけども、でもね、今現時点で降りかかってきてるものというのはですね、今現時点でのね、最高の苦痛なんですよ。で、まあ、その苦痛の中でもですね、新しい苦痛というのがね、新しい、なんていうんですか、釣り方っていうのがね、現れたんですよ。ね、どんだけ出てくんねんって思うんですけどもね、まあ、それはね、まあ、昨日のことなんですけどもね、まあ、今日が月曜日なんで、4月4日なんで、昨日の4月3日の、ね、日曜日のことなんですけどもね、足の甲が縦に曲がるという感覚でね、釣り出したんですよ。足の甲が縦に曲がるっていうことなんですけどね、まあ、聞いてても意味が分かりませんよね。これがね、足とするじゃないですか。で、足がね、足首から下の足がですね、かかとからつま先にかけてのこのね、この一本線っていうのを軸にして、こことここを軸にしてね、両端を軸にして、外側から地面に向かって折れ曲がっていく、折り込まれていくというね、感覚が新たに出てきたんですよ。変でしょうね。普通に生きてたらですね、そんな感覚に、ね、なるわけがないはずなんですけどもね。まあでも人間というものはですね、不思議な感覚を味わう生き物でして、どんどんね、足がそのようにね、こうギューッとね、立ってたらですよ、普通に立ってたらね、ギューッとね、曲げられていったんですよね。ちなみにまあいつものようにですね、それも左足にね、症状が出てきておりますの で、 でその、足首から上の部分、腰までの足首から腰の目の部分の上の部分っていうのもですね、まあ、これまで通りですね、釣りっていうのはね、まあ、発生している状態なんですよ。ほんま不思議ですよね。まあでもね、最初は白血病から始まってですね、抗がん剤をして、骨髄移植をして、で、移植変態宿主病が始まって、で、免疫抑制剤も飲み続けててですね、で、その副作用もありながらもですね、糖尿病予備軍になって、血液循環の乱れっていうのが始まっててですね、で、体のね、水分不足とか、ビタミン、ミネラルのね、不足などですね、いろんなことが起こっていって、で、帯状疱疹もね、ある瞬間にね、ドカーンとこう爆発的にね、襲ってきてからの足のつりっていうのがね、もう慢性的にね、続くようになってきだしたしですね。で、さらに同時にですね、今は白内障にもなってますからね。もうどんだけね、俺の体に畳みかけてくんねんなっていう風な感じですよ。
もう本当に体の変化っていうんですか、大変なんです、ね、でもそんなね僕でもですね、できることっていうのはねやってますので、自分なりにはやってるんですよちゃんとね。でもまあね、やってるつもりなんですけどもね、本当にねつもりなんでしょうね。やっぱり水分を取ってるつもり、ビタミンミネラルを取ってるつもりで、睡眠もよく取っているつもりというね、全てがねこうつもりなのかもしれませんけども、やってないよりもねこれマシじゃないですか。でもね、まあ、それらを駆使していてもですね、なかなか症状というのはね、収まってこないということはですね、まあ、根本的なねその白血病から関係していることがね原因なのかなともね考えられるんですけども、ここで、ね、最近でねまたね新しい仮説っていうのをね立ててるんです。新しい仮説を立ててるんですね。仮説っていい言葉ですよね。まあ、世の中のねありとあらゆる問題というのはですよ、解決していく中でですね、その問題を解決していく中でですね、人というのは仮説を立てて、こんな仮説、あんな仮説、こんな仮説っていうのを立てていって、それらを元にして考えていくようにですね、僕もね自分の体でもですね、そのように同じようにですね仮説を立てて考えていくようにいつの間にかなっていたんですよ。でこれはね病気のね原因をねこれだというふうに、ね、突き止めるためにですね、先生が、ね、病院の先生がね、まあ、過去の論文とかといいますかね、まあ前例というのをねこう調べながら、いろんなものを漁りながらね、調べながらですね、患者さんの治療に役立てる時にもですね同じようなことをねやるみたいなんですよ。仮説を立てていくみたいなんですよ。そしてその仮説っていうのを、まあ、確認するためにですね、いろんな検査っていうのをするんですけども、まあ、患者からしたらね何回もねわけわからんね、そんななんか考えもせえんかった仮説のが原因であるよっていうもののためにですね、いろんな種類のね、検査をねさせられるからね、めっちゃしんどいからね、なかなかないい迷惑なんですけどもね。まあでもね、今回の僕の場合っていうのはね、まあ、検査なんて言えば自分でできるわけがないのでね、自分でこうネットとかね書籍をね漁って調べてみるしかないんですよ。まあいつもの話なんですけどもね、ネットで調べるっていうのは何、それをね続けてきた結果ですね、自律神経というところがね出てきたんです。自律神経ね、まあね水分とかビタミンミネラル、そしてね主にまあ筋肉のことである肉体疲労とかいうね、このね水分ビタミンミネラル筋肉というこのね3つに関してのね筋肉の痙攣っていうのがね発生するから、足がつったりしてましたけどもね、実はねこれにプラスして自律神経の乱れというのもですね、筋肉っていうのはねそれが原因で痙攣してしまうようなんですよ。まあ、今言いましたその3つの原因に対してはですね、それなりにね先ほども言いましたつもりなんですけど気をつけてますし、他にね何て言うんですかね、僕のようにね他の僕以外の他の人もこう何て言うんですか、釣りに対して思い当たらない節があるという人らもですね、ほんまにいてると思うんです。僕以外にもねいてると思うんですよ。ちゃんとねご飯も食べて栄養もとって、運動不足にならないようにして睡眠もとってるのに、なんでこんなつってしまうんやろうっていうのが僕以外にもいてると思うんです。まあ、そんな人らもね、まあ、僕もひょっとしたらですね自律神経というのが原因なのかもしれません。足がつるね症状の一つのね大きな原因というのはね交感神経の緊張らしいんですよ。で自分にもねどうにもできないじゃないですか、自律神経というのはですね。でそんなものそんなね自律神経というのは副交感神経と交感神経というのがあるんですけどもね、で特に慢性的にね足がつる場合というのはね、やっぱり常にねこう疲労感とかねストレスなどからね、こっちの交感神経が緊張している可能性があるようなんです。そんな交感神経の働きというのはですね、主にね血管のキュッっていう収縮をね促してくれて血行を促進させることなんですよ。でそうすることでね人間っていうのはねこう起きている日中っていうのはね結構活動的に動けるので、血管をねキュッと収縮させることで血流のスピードっていうのをねこうさーっとこうね早めたり上げたりすることができるんです。ということはですね、しっかりと勢いよくねこの勢いに任せてですね、全身のありとあらゆるね細胞という細胞にですね血液っていうのをパッとこうね送り届けることができるんです。しかしですね、それがね不安とか緊張などのね、
まあ、あとは恐怖といった、あと何ですか、怒りとかもそうですよね。そんな強いストレスを感じるとですね、交感神経がね、過度にね、緊張してしまうんですよね。そうすると、あのね、血管の収縮っていうのがね、ギューンとこうね、激しくなってしまって、今度は逆に血行障害というのが引き起こされるんです。そのようにですね、急激なね、その血行障害が起こってしまうとですね、筋肉のね、調節っていうんですか、筋肉の調整っていうのもうまくできなくなってしまって、筋肉の筋繊維というのがあるんですよね。筋繊維というのが痙攣を起こしてしまって、それで足がつってしまうようなんです。でまたね、あの自律神経の乱れっていうのが出てくるとですね、今度はね、内臓のね、機能っていうのもね、あの低下してしまったりとかね、あとはもうホルモンバランスの異常とかもね、引き起こすためにですね、あの筋肉とか細胞膜か、あとね、細胞膜のね、代謝不足とかですね、あとはミネラルですね、電解質なんですけどね、それのね、異常っていうのもね、それらに影響を与えていってですね、足だけではなくて、あの他の全身に至るところまでのね、細胞がね、つってしまうという症状がね、今度は起きやすくなってくるんですよ。あの例えばね、妊娠中の、お母さんたちがね、足がつりやすくなるということらしいんですけどもね、これもね、実は自律神経とかね、ホルモンバランスの乱れからね、あの受けてしまう影響が大きいらしいんですよね。だからこのようにですね、自律神経というのはですね、自分の意識ではね、コントロールできないためにですね、予防するにはすごく難しいんですよ。で、難しいのでね、日頃のね、疲れとかストレスがね、大きく関係してしまっているからですね、日々それらをね、あのできるだけリセットしてね、溜め込まないように心がけていきましょう。まあね、いきましょうって言ってもね、釣ってしまうものは釣ってしまうんですけどね、でもその釣ってしまうこともね、まあストレスですからね、できるだけ和らげるようにしていきましょう。はい、そんな感じで、もう逃げられへん痙攣の原因はですね、自律神経も原因なのかもしれないというお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。